明治天皇の御神栄御神栄は日本において天皇の肖像写真や肖像画を敬って呼ぶ後、エドアルドキヨスソーネが描いた明治天皇の肖像画をもとに作られた御神栄が最も有名。天皇の肖像写真については御写真とも言う。教育現場の御神栄は1890年代頃から本格的に配布されるようになり、これらは天皇と同一視され、 最大級の敬意を持って取り扱われるようになり、1920年代からは法案殿に保管されるようになった。ただし、天皇の写真で儀礼的に取り扱われたのは教育現場に配布されたものなどごく一部に止まる。戦前に留付していた皇室写真の大半はマスコミ等による新聞や雑誌の付録物であり、国民にとってはこちらの方が身近だったが、これらの取り扱いは、 全て各家庭や個人の裁量に任されていた。1873年に奈良県知事史上竜兵が県庁に掲げるために天皇の肖像写真の歌詞を愚信したことがきっかけとなり各府県が次々と同様の請願を始めた。教育現場に本格的に歌詞されるようになったのは1890年代からであり、教育現場に配布されたご新営は 天皇と同一視され、最大限の敬意を持って取り扱われるようになった。宮内省から各学校に貸与され、法案殿に教育直後と一緒に保管された。家父は強制ではなく、各学校からの請願の上、その学校が優等とされた場合に家父されることとなっていた。宮内省からの貸与品として、ことさら慎重な取り扱いを求められており、1898年に、 長野県の調律上田神城高等小学校では、失火により、明治天皇のご神栄を焼いてしまい、当時の校長、久米義太郎が責任を負って、活腹自殺するという事件が起きた。また、1933年、沖縄県南城市の大地大里小学校が、火災に遭い、ご神栄が焼けてしまった際にも当時の校長が、活腹自殺をした。紛失を防ぐため、 学校ではなく町村役場で保管した例もあった。しかし、天皇の写真が儀礼的に丁重に扱われたのは教育現場などのごく限られた場所であり、戦前の皇室の写真は大半が役所や学校などの公共空間ではなく、マスメディアを通じて各家庭に持ち込まれたもので、それらの扱いについてはすべて各家庭の裁量に任されていた。 1890年代から皇室のブロマイドや絵画は姿勢で大量に売られ、商業紙や新聞にも掲載された。特に皇室グラビアは人気があり、商業紙にとっては読者獲得のための宣伝材料となった。また、商業紙に掲載された天皇の写真は教育現場のご親営よりもはるかに種類が多く、国民にとって身近なものでもあった。 国民の皇室に対する心情には教育現場のご親鋭よりこちらの方が大きく影響したと見られている。明治の初めには民間による販売を禁止した時期があり、複社して販売する営業写真家が出て1874年4月には売買禁止令が出されたが、違反するものが後を絶たず、1875年2月にも同例が発令された。それでも民間の需要が多く、 天皇の写真は闇で販売され続けた。そのために四季絵や石板画については比較的早くから黙認されるようになり、1891年には皇室の肖像画や写真画の販売が認められ、1898年には皇室写真の販売も解禁された。印刷技術が向上するにつれ、商業紙や新聞社がこぞって皇室の写真や絵画を付録として付けるようになり、 付録の有無が、紙紙の売り上げを左右するようになった。マスメディアを通じて世間に流布した皇室グラビアは、スターのそれと同じく読み捨てられ消費された。大正時代になると第一次世界大戦の影響で、欧州各国の皇室、王室が続々と廃止されていく中、日本政府でも、大正デモクラシーなどの影響で、イギリス型の開かれた皇室を目指す動きが強まり、 マスコミに対して、皇室の撮影を許可する事例が増えた。大正天皇の描画中の撮影は認められなかったが、特に皇太子、広人親新郎についての撮影許可が増えた。1921年3月からの皇太子、欧州歴法においては特に多くの写真が撮られ、背広などの平民的な皇太子の姿が連日メディアを飾り、皇室人気が高まった。これを機に、政府は、 皇太子帰国直後の同年8月27日に各都道府県への内務省通達を出し、マスコミはあらかじめ許可を受ければ、皇室のスナップ写真を自由に撮って良いこととなり、近接した写真撮影も可能となった。これまで秘密主義的だった宮内省も、弟宮と映る背広姿の皇太子や、水着姿の皇太子などプライベートな写真を積極的にマスコミに対応するようになった。 昭和に入った後もしばらくはこうした平民的な皇室写真がマスメディアに登場した。当時輸入を担当していた小西六本店が1928年3月に出版した PR 市によると昭和天皇夫妻のご死骸はヘリアーで撮影されている。しかし日中戦争第二次世界大戦が勃発すると皇室写真の撮影や新聞雑誌への掲載について政府から 様々な干渉を受けることが多くなった。そのため、平民的な皇室の写真は大幅に減少し、大減帥を意識した軍服姿や軍務を撮る姿の写真が天皇写真の大半を占めるようになった。ただ戦時中にあっても平民的な皇室写真が完全に消えたわけではなかった。第二次世界大戦の敗北に伴い1945年12月に文部省は、 学校からのご親鋭改修を指示し、これに応じてご親栄は都道府県単位で改修され焼却処分された。改修後再加符が行われるものとされていたが、実際には文部省は再加符に消極的だった。サンフランシスコ講和条約が発行し、日本の占領が終わった1952年6月に、秋田県の慶愛学園高校が再加符を申請し、 認められたことをはじめとして、1950年代には、学校でご写真を掲げる儀式を再開する動きが一部にあった。法契所は、絵馬や秋号、宗教に関連したオブジェなどを掲げる場所であるが、戦前はご新鋭を掲げる場所も意味し、戦前の公的機関や、学校の内部、または外部の独立した建物に法契所が設置されていた。戦後、ご新鋭を掲げる、 包茎書の多くは取り壊されるなどの措置がなされたが、1935年に建設された富山県庁舎や1938年に建設された和歌山県庁舎内部には、かつての包茎書の形状が伺える豪華なレリーフが残されている。ABCDEFGHIJKLMN 大宇田博樹、皇室グラビアと御新鋭戦前紀新聞雑誌における、 公室写真の通じ的分析教都社会学年法、KJSQ、93から114、2001年12月25日、ハット ABC 小原正志五神栄現代美術、用語辞典バージョン2.0、五神栄物語、ウェブマガジン学びと学び。と、歴史、大浜哲也2007年11月号、五神栄に準じた教師たち、岩本つとむ。 女1989年4月、大月書店により出版、クラシックカメラ専果ナンバー38、プラクチカマウント P133、クラシックカメラ専果ナンバー8、スプリングカメラ P125、ABC 小野正明戦後教育改革期の学校儀式とご親英再下譜問題、1958年の学習指導要領改定前後までの経緯を中心に、 教育学雑誌、15から31、2011年3月25日、富山県教育委員会障害学習、文化財室、富山県庁舎について、P32015 年、空襲を乗り越え、和歌山県の近代化を支えた、文化財建築、和歌山県庁舎本館。ライフルホームウェ2018年12月3日、閲覧、ありがとうございます。